はい、たけし農場です。玉ねぎのね、定食終了しました。で、北関東ですと遅くても11月20日、リミット11月中にはね、やっぱり植えないと、その後活着してからね、生育がね不良になっちゃいますので、まあ遅くても11月中旬ぐらいにはね、まあやっといた方がいいのかなと思います。で、今日はね11月17日なんですけどね、実際これ植えたのは 2,3 日前です。ですから14日頃だったような気がするんだよね。ただこれ植えてて、動画撮ろうかなと思ったらね、小雨がパラパラーっと降ってきちゃったんでね、もう植える方を優先して、終わりに しちゃったんですけどね、その翌日かな、雨降ってね、しっかり濡れましたんで、まあちょうどいいタイミングでね、玉ねぎの定食はできたんですが、まあ北関東ですと今言いましたように20日リミット11月いっぱいには植えた方がいいのかなと思ってます。ただあんまりね早く植えちゃいますと春先ね遠立ちしてしまいますので、遅い方がいいみたいです。で、たくさんねやってる農家、栃木県でも、県南地域はね結構玉ねぎの産地です。で、水田の裏作でね、やってる農家なんかもあるんですけど、やはり11月いっぱい、12月の頭ぐらいまでね、やってるそうです。まあただね、12月の頭に植えるっていうのはもう奥手じゃないとねできないんでね、早生種ですともう生育期間短くなっちゃうんで、まあ多分1丁分2丁分たくさんやってる農家は早生から奥までね、何回かに分けてやってるんだんじゃないかなと思ってます。はい、そんなことでね、玉ねぎの定食時期の話でした。お付き合いありがとうございました。